町の夏の風物詩、博多祇園山笠。7月1日に始まり、7月15日の追山でフィナーレを迎えますが、その間、山笠の舞台となる町の人々は、さまざまな伝統行事や神事を行います。初日の7月1日は、柿山のエリア、すなわち流れを清める締め下ろしや、山笠に神様を招き入れる神事、御神入れが執り行われ、またこの日に飾り山が公開されます。そしていよいよ山笠をかけ始める直前の7月9日に、身を清める意味で行われるのが御しおい取り。参加者全員が箱崎浜まで約3キロの道のりを駆け抜けます。到着すると博多湾に向かい柏手を打ち、7月10日より動き出す柿山の安全を祈願。浜でおしおいと呼ばれる砂を持ち帰ります。7月11日は朝山、その名の通り早朝に山が動きます。祝儀山とも呼ばれ、長年流れに貢献してきた長老をはじめ子どもたちが大上がりすることもあります。7月12日は追山鳴らし、七流れの柿山が初めて揃う日で、文字通りクライマックスである追山のリハーサルとなります。本番とほぼ変わりない1キロ短いコースで町を駆け抜け、奈良屋町の周り止めを目指します。7月13日は山笠期間中唯一博多から福岡の町へ柿山が入る集団山見世。山笠の楽しさをより多くの人に伝えたいと、福岡市の要請で昭和37年より始まった行事です。これらのさまざまな行事や神事を経て、男たちは徐々に気持ちを高め、7月15日の追山を迎えます。そして7月15日早朝、いよいよ追山。午前1時ごろより櫛田神社前の土井通りに一番山笠を先頭に順番に山笠が並び、書き出し時刻を待ちます。そして午前4時59分、太鼓の合図とともに一番山が櫛田入り。境内に入り聖堂旗を回り、能舞台に山笠を向け一旦止め、一番山のみ博多祝い歌を大合唱します。終わるや否や境内を出て夜明けの博多の町へ駆け出ます。須崎町の回り止めまで約5キロ、沿道からの清い水を浴びながら博多の町を駆け抜けます。櫛田入りと回り止めまでのタイムを競い、無事に奉納できた喜びを分かち合い、一連の神事の締めとなるのです。